マルクス・アウレリウス・アレリウス・マクセンティウスは、ローマ帝国のテトラルキア時代の皇帝の一人。皇帝、マクシミアヌスの息子で、ガレリウス・ミカドの義理の息子であった。マクセンティウスの青年月日は正確には不明であるが、278年、五郎だと思われる。後の皇帝マクシミアヌスとその妻エウトロピアとの間に生まれた。父マクシミアヌスは285年に皇帝となり、 マクセンティウスは、いずれ皇帝の座を継ぐものとみなされて育った。しかし、父とディオクレティアヌステートが、共同統治している期間には、マクセンティウスに、特別な戦歴や、政治的な経歴は見当たらない。詳しくは不明だが早い時期に、副帝がレリウスの娘ワレリア・マクシミラと結婚し、後に、長男ワレリウス・ロムルスと次男の二人の息子を持つ。 父マクシミアヌス帝とディオクレティアヌス帝は305年に揃って退位し、それまでテトラルキアの副帝だったコンスタンティウス、クロルスとガレリウスとが政帝になった。後継者候補には、前皇帝の息子マクセンティウスとコンスタンティウスミカドの息子コンスタンティヌスとがいるにも、かかわらず、新しい副帝にフラウィウス・アレリウス・セウェルスとマクシミヌス・ダイアトが就任した。ラクタンティウスの エピトメによると、ガレリウスミカドはマクセンティウスを嫌っており、彼を後継者から外すようディオクレティアヌステイに働きかけたという。また、ディオクレティアヌステイ自身もマクセンティウスは皇帝として軍を率いるには能力不足と考えていたのだろう。結局、マクセンティウスはローマから数マイル離れた辞書に隠居することになった。 翌306年にコンスタンティウス・クロルスが死去した。彼の息子コンスタンティヌスは皇帝に名乗りを上げ、結果的に副帝となることをガレリウス・ミカドに認めさせた。コンスタンティヌスの成功が先例となり、同じ年の後半にマクセンティウスも継承問題を起こすこととなる。フォルムロマヌムにあるマクセンティウスのバシリカ。ライバルであったコンスタンティヌス一世が完成させた。 代表的な古代建築の一つ、首都ローマでは新しい皇帝についての噂が広まった。その内容は、今までローマ市民だけは免除されていた人頭税が課税されるという話と、ローマに駐在するプライトリアニを解散するという話であった。この噂に反発して、首都ローマで中東隊が暴動を起こし、その将校たちがマクセンティウスに皇帝の座に着くよう依頼した。 将校たちは、コンスタンティヌス帝も、自分と同じように皇帝の息子という立場にある、マクセンティウスには文句をつけまいと考えたのである。マクセンティウスは、その依頼を受け、首都の中東隊への寄付も約束した上で、306年10月28日、公に皇帝就任を宣言した。この行為散奪はほとんど無欠で、ローマ長官も、地位を保ったままマクセンティウスの配下になった。 ルカニアの宮殿で引退生活を送る元皇帝マクシミアヌスにも共謀の依頼が向かっていたが、この時には彼は復権を断っている。マクセンティウスはイタリアの中央部以南、コルシカ島、サルデーニャ島、シチリア島、アフリカ族州で皇帝と認められる立場を勝ち得た。イタリア北部は依然としてミラノにいる西方聖帝セウエルスの統制下にあった。当初、 マクセンティウスは、聖帝、ガレリウスから正式に地位を承認されることを期待して、自らは、聖帝や副帝などは称さず、プリンケプス・インィクトゥスの称号を名乗った。しかし、ガレリウス・ミカドが公認することはなかった。ガレリウス・ミカドは、マクセンティウスに同情していたと言われるが、コンスタンティヌスやマクセンティウスを真似て勝手に皇帝を、名乗り出す者が現れることを防ぐ必要があった。 コンスタンティヌスによる行位戦争に対してはガレリウス・ミカドはそれがテトラルキア制度として正当的に行位継承されたかのように体裁を整えた。このような対応を取った一員はコンスタンティヌスの場合は父の軍団と領土をしっかり支配していたことだったがマクセンティウスは事情が違った。マクセンティウスはテトラルキアでは認められない5番目の皇帝になってしまう上 彼の命令に従う軍団は、わずかしかいなかった。ガレリウス・ミカドは、マクセンティウスの反乱は、簡単に鎮圧できると考え、307年初頭に、聖帝セウエルスを大軍と共に、ローマに向かわせた。セウエルス帝が率いる軍隊は、その大半がマクセンティウスの父マクシミアヌス帝の下で、何年も戦役を経験した兵士であり、しかも、マクシミアヌス帝は、 過去に大金を兵に配っていた。その結果、セウェルス軍がローマに到着すると、軍の大半がマクセンティウスの方に寝返った。やがて、マクシミアノス自身が、イントンチを離れて、ローマに戻り、息子を援護して、再び定位に着くと宣言すると、セウェルス帝は残った軍を連れて、ラベンナに撤退した。生命の安全を約束されたため、その後まもなく、 セウェルステイはマクシミアノスに降伏した。セウェルステイを破った後、マクセンティウスは、アルプス山脈に至るまでの北イタリアと、イストリア半島を支配下に置き、セウェルステイの後に空位となった聖帝の位を名乗るようになった。聖帝となったマクセンティウスの降下307年の夏、マクセンティウスと、父マクシミアノスとの共同統治はさらに大きな試練を迎えた。 ガレリウスミカドがより大きな軍団を連れて、ローマに進軍したのである。マクセンティウスは、ガレリウスミカドと交渉を重ねながらも、一方では、セウェルステにしたのと同様に大金の約束と、マクシミアヌステの移行によって、敵兵の寝返りを図った。そして実際に、多くの兵が寝返ったために、ガレリウスミカドは、退却を余儀なくされ、マクセンティウスのイタリア・アフリカ支配が確立した。 この戦いの途中で、セウェルステイはマクセンティウスに殺害された。マクセンティウスはコンスタンティヌステイと連携したいと狙っており、307年の初頭から接触を打診していたが、この年の夏になってマクシミアヌスがガリアまで赴いた。以前この地でコンスタンティヌスはマクシミアヌステイの娘ファウスタと結婚し、先輩皇帝マクシミアヌスから聖帝に任命されたのである。 しかし、コンスタンティヌス帝は、ガレリウスミカドとは衝突したくないと考えており、ガレリウスミカドと戦うマクセンティウスには目に見える、支援はしなかった。308年のおそらく4月頃、マクシミアヌスは、ローマで軍隊と共にいる息子、マクセンティウスを退位させようとした。ところが、その時に、軍隊は息子を支持したので、父は驚いて、コンスタンティヌス帝の元に逃避しなければならなくなった。 308年の秋にカルヌントムで開かれた会合によってマクセンティウスの行為はまたしても非合法だと否定された。そしてリキニュス帝が正当な皇帝としてマクセンティウスから領土を取り戻す役割を与えられた。リキニュス帝は310年にマクセンティウスからイストリアを取り戻したが翌年にガレリウスミカドが病死したためこの戦役は続けられなかった。 308年の終わり頃、アフリカ族州のドミティウス・アレクサンデルがカルタゴで皇帝を名乗り、マクセンティウスの支配から離れた。アフリカはローマの食料供給を担っていたので、マクセンティウスは危機的な状況となったが、プライフェクトスプライトリオのルフィウス・ウォルシアヌスの活躍により、少数の軍団でアレクサンデルを破って処刑することに成功した。 マクセンティウスはこの機会を逃さずに、アレクサンデル一党の富を奪い、ローマに大量の穀物を持ち帰った。マクセンティウスの長男ワレリウス・ロムルスは309年に14歳ほどで創生し、アッピア街道のマクセンティウスの名を付けた村の大霊廟に埋葬された。309年か310年に、父マクシミアヌスも死去し、その後は、 コンスタンティヌステートの関係が急速に悪化した。コンスタンティヌステート・力入ステートの連合に対抗するため、マクセンティウスは、マクシミヌスダイアと同盟を組んだ。彼は、アルプス山脈の北にあるラエティア族州を確保することで、コンスタンティヌステート・力入ステートを分断しようと、したが、コンスタンティヌステイの行動が早かったので策略は失敗したと伝えられている。 312年の初め頃、コンスタンティヌス帝は、アルプス山脈を越えて、イタリアに侵攻した。そして、トリノやミラノの戦闘で勝利し、ベローナではマクセンティウス派の重心で、プライフェクトスプライト領のルリキウス・ポンペアヌスを、打ち取って、10月の終わりには、ローマに到達した。セウェルステやガレリウス・ミカドと戦った時のような、牢情戦が予想され、マクセンティウスが、 守りぬ堅いローマに立てこもって敵の消耗を待つと思われていたが何らかの理由によってマクセンティウスは戦法を変え312年10月28日に決戦となるミルーィウス橋の戦いが行われた。昔の資料にはコンスタンティヌス帝が神の啓示を受けたことがこの戦いの契機となったという伝説を記載するものが多いがマクセンティウスに どのような景気があったのかは憶測の域を出ない。両軍は都市の北側、城壁の少し外のテベレ側とフラミニア街道とが交わる地点で衝突した。キリスト教の伝説では、コンスタンティウスは夢に現れたラバルムの旗印を掲げて戦ったという。戦いそのものについてはあまり伝わっていないが、マクセンティウス軍はコンスタンティヌス軍に敗れ、 マクセンティウスは混乱の中でデベル川を渡って、配送中に川に落ちて溺れ死んだ。マクセンティウスの遺体は翌日発見され、支柱を引き回された後、彼の死をはっきり誇示するためアフリカに送られた。マクセンティウスがどのように統治したのかについては、資料が少なく、後のコンスタンティヌス帝によるプロパガンダの影響も大きいために不明確な部分が多い。ここでは、 軍事力や姿勢などについて記載する。マクセンティウスの軍事力ははじめは、わずかな兵力で、プライトリアにの残りと皇帝の騎兵守備隊、及び、ローマの都兵に過ぎなかった。その後、セウェルステお及びガレリウス・ミカドとの戦いにおいて、リハン兵を吸収することで増大し、さらに、アフリカ再征服の際に、国境の中東兵の一部をイタリアに引き上げて、戦力を増した。 とはいえ、その兵力は決して大きいとは言えず、アルプス山脈の影という地の利とローマの要塞としての守備力に頼らざるを得なかった。マクセンティウスの競技場の遺跡マクセンティウスのローマにおける立場は一言では語れない。彼はローマに大規模な建築軍を企画することで、改めてローマに首都としての特権を与えて、それを誇示しようとした。一方では、 ローマ市民の持つ富に頼らざるを得ない一面もあり、おそらくはローマにも税を課した。アフリカの反乱によってローマへの穀物供給が止まった時には、首都は食料を不足となり、暴動によって約6000人の命が失われた。元老院との関係は当初は良好だったが、マクセンティウスが議員に寄付を強要する法律を定めたために、 険悪な関係になったと考えられる。マクセンティウスの死後、行位の議員たちは、コンスタンティヌス帝に代わってもそのまま出世している。マクセンティウス自身は古代ローマの伝統的な多神教を信仰しており、父マクシミアヌス帝と関連づけられるマルス人を特に崇拝していた。一方で、領土内でのキリスト教信仰は容認していた。この頃は、 ティオクレティアヌス帝によるキリスト教迫害の余波が残っており、教会内で教皇マルケルス一世と教皇エウセビウスとが対立していた。コンスタンティヌス帝はマクセンティウスに勝利した後、マクセンティウスは残酷で無能な暴君だったという中傷を計画的に広めた。ラクタンティウスの資料のような早い時期の歴史資料ではキリスト教を迫害した皇帝に、 マクセンティウスは含まれていないが、コンスタンティヌス帝のプロパガンダの影響で、後の時代にはマクセンティウスをキリスト教の敵とみなす伝統が生まれた。このイメージが歴史資料のほとんどに影響して今日まで残っている。ただし20世紀になってからは、効果や碑文など文学資料以外の資料の調査による中立的な研究も行われている。ありがとうございます。